です。カモシどもいたです。2324プレミアリーグ順位予想アンケート結果発表ということで、皆様2324プレミアリーグ楽しんでいますでしょうか。うおー、はい、もう第一節始まりまして、ついにプレミアリーグ幕開けたんだよということで、まあ各サポーター、はい、士気上がってると思いますけれども、順位予想アンケート、先週ちょっとやりました。はい、皆様ご協力ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また何も知らない伊藤、全然わからん、何票集まったかも知らん、はい、ということで、はい、伊藤さんは新鮮なリアクションを何卒よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。ということでですね、まあ、今回なんですけれども、はい、なんと投票数5600票。えぐいっす。多くない？多いです。多くない？日本のメディアに、はい、こんな5600人も集めれるアンケートありますかっていう話です。日本最大手メディアとかしてるんじゃない？マジで。プレチャンシー。プレチャンシー残る。紙。あ。さあ、はい、今回ですね、アンケート集計方法としまして、1位20ポイント、うん、2位19ポイント、3位18ポイント、そして最下位20位1ポイントと、うん、させていただきまして、それの合計ポイントで、はい、まあ、全20位を振り返っていくということで、うん、誰かがちょけてね、1位から20位まで全部アーサルにして、ポイントかさ増しとか、うん、そういうのは一切許さないよと、はい、いうことで、許さなかった結果、はい、5605分の4630ぐらいまで約1000人ぐらいちょけていたと。なるほど。というふうには4600人の投票結果でございますね。まあ十分でございます。十分でございます。ということでですね、はい、もう早速、うん、やっていこうというふうに思っております。お願いします。ではですね、まずは20位から16位まで発表していきます。本もいきますよ、はい、第20位ポイント数9279、ルートンタウン。拍手ではないかな、はい、19位14518票、シフィールドユナイテッド。なるほどなるほど、はいはい、18位22177ポイント、ノッティンガム・フォレスト。おー。第17位22511ポイント、ボーマス。うん。そして第16位24190ポイント、ウルブス。はい、ね、ということで、はい、まあ20位から16位振り返っていきましたけれども、うん、ちょっとやっぱり、ズル抜けてポイントが低かったのがルートンタウン、はい、そうか、はい、残留するようなことがあれば最下位予想者我々は間違いなく脱帽すると思うっていうコメントある限り、はい、まあ、残留したら、まあ、外奇跡なんじゃないかというコメントもあります。実際第1節、うん、まあ、ブライトン相手に4対1と完敗と。そして、まあ、第19位こちらまた昇格組でございましたフィールドユナイテッド、はいはいはい、まあ、ルートンタウンよりねポイント 1.5 倍ぐらいは集めてるものの第19位と。うん。18位がノッティンガム・フォレスト、はい、はい、こちらもまあ昨年の、昇格組でございますけれども、今シーズンは厳しいんじゃないかというようなコメントも。ただエランが早いっすよマジでみんな気をつけな、エランが爆早あと青に体強いっすよ、青に激強そして、17位ボーンマス、うん、これちょっと結構思ったより低いなって感じ。結構低いよね、うん、ありますで、はい、まあ、ボーンマスね補強もいいし、まあ、昨シーズンもね、うん、ね活躍というか、まあ、残留しっかり、はい、成功してるんですけれども、まあ言うてもちょっとやっぱり、うん、じゃねえのというところで、まあここからは残留ラインでございますけれども、17位ボーマスでございます、はい、そして16位ウルブスですよ、はい、こちらでございます。やはり何より選手層が不安と、ということでやっぱりこうね、まあ結構主力、はい、たくさんね、はい、放出または移籍して、うん、補強もほとんどない、そしてロペテギも解任というか辞任ですね、はい、ロペテギも辞任ということで、今チーム状況結構不安定。ウルブスもしばらくずっとね、もうプレミアリーグ一部残ってるわけでございますから、いや彼ら簡単に落ちる球ではないはずなんですよ、ないはずなんですけれども、ここまで来てどうなるかと、ちょっとさすがに選手層がねっていうね、うん、
まあ、ウルブスは試合してませんけれども、はい、下3つルートン、シェフィールドユナイテッド、フォレストは開幕、ちょっと敗北中ということで、はい、まあ、この通りになるのかどうか分かりませんけれども、まだ伊勢崎苦戦しましたと、はい、いうことで、ここから、15位から11位まで見ていこうというふうに思っております。第15位26267ポイントエバートン。なるほど。第14位35365ポイントウエストハム。なるほど。ここでちょっとラインが分かれるかもしれないね。ここからで第13位、はい、36501ポイント、うん、バーンリー。おー高い。はい、バーンリー高いです。高いですね。第12位、はい、36611ポイントなど、バーンリーとの差、わずか110ポイント。うわめちゃくちゃ僅差。クリスタルパレス。おーい、そして第11位38985ポイント、うん、フラム。おー高い。はい、ということで、15位から11位まで、はい、見てみましたということで、まあ、ポイント数だけで言うと、うん、ルートンタウンからエバートンまでですかね、はい、こちらの6クラブが、うん、まあ、結構もしかしたら残留争いのラインかもしれませんね。なるほどね。体がちょっと争う、はい、気がすると。まずは15位エバートンでございますね。近年降格争いに巻き込まれていたエバートンは、大師のもとで土台が作られ、プレシーズンも負けなし、はい、まあ、開幕節、ちょっと期待値3ぐらい作ってるものの、フラムに敗北と。でもまあポジティブっちゃポジティブっすよ。まあ相当期待値作ったし、相手ゴールキーパーレノ、うん、ソバスコは 9.5 を叩き出してますからね。いや、これはある意味そうすごいことですよ。相手ゴールキーパーに 9.5 を出させるっていう。そうだね。まあチャンスは作ってる。チャンスは作ってる。ちょっとこのウルブスまでのラインからは1個上がるんじゃないかな。なるほどね。バトンでございます、はい、次は第14位ウエストハムですね、うん、欧州コンペティションがあるので日程が過密、かつライスがいなくなったのできつそうということで。そうかそうか。はい、ウエストハムでございます。 ECL 優勝したことによって EL にウエストハムは参加するわけでございますけれど、はい、まあその大黒柱、はい、テクラライスが移籍しまして、はい、まあこっからって感じかな、移籍は。それこそ9月ぐらいになって、はい、完成してからこっから上がるか、はたまた下がるか、うん、あるかもしれません。まあ、ルカス・パケタとか逆にいなくなる選手のね。いや、ここもあるからちょっとまだまだ忙しそうなのがウエストハムっていう現状だな。で、13位バーンリー、はい、ということで今回昇格組で一番高いですね。おー、はい、コンパニーの手腕でトップハーフまであると思うけど、現実的には13位くらいなんじゃないかと、うんうんうん、いうことで13位でございます。まあ開幕節、シティと対戦しまして、はい、まあ、3対0で完敗ということで、うん、ここからどうなるかって感じでございますけれども、うん、まあ、やってるサッカーは結構ね、シティを苦しめてたところも、いや、そうよね。シティが繋げなくなるぐらいのプレスかけてたりしましたから、うん、あれシティだからギリなんとか出すかもしれない。他のクラブはどうなるか、うん、知らないっすよ。わかんないっすよ、うん、結構飲み込まれる、はい、パターンもあるかもしれませんし、うん、絶対的なフォワード、これがね発生するかどうか、これはちょっと見てて思ったね。躍進してきた昇格組はですね、絶対的なフォワードがいることが多いと、はいはいはい、いうことで、そこでしっかり得点を取れるかどうか、そういうところがバンリーを結構注目ポイント、うん、なるほど、あるかもしれません、はい、そして第12位パレスでございます。い、ザハが抜けた穴はでかいけど、エゼがスタメンに昇格して新エースになるかもということで、まあ、そんなエゼはもう第一節から大暴れでございましたよ、ね、キーバストが相当、出してましたし、はい、レーティングも非常に高かったの、うん、オリースもねちょっと今怪我でいないから、うん、マジで引っ張ってかうんうん、いけませんからね。あとはまあジェフェルソン・レルマとかやって、はいはい、結構ガチムチ感がさらにレルマもいいね、キャラが合ってますね、うんうん、ただやっぱパレスはやっぱりみんな12位ぐらいに置いてくるんですかね。やっぱね、ここまでずっといるだけのことあるからね、うん、あります、うん、なんか信頼と実績がありますね、うん、はい、そして11位フラムでございます、うん、こちらもですね、まあ11位とはいえポジティブな意見も多かったのかなと、うん、なんだかんだミトロビッチとか、うん、残留しそうですし、はい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 、そしてあとねヒメネスとか、うん、入ってきてっていうことで、あとはレノが止めまくったら、うん、とりあえずここぐらいまで行くんじゃないかと。そうですよね。まあやっぱ去年から見てる人たちは、うん、相当いい印象を持ってんじゃねえかなっていうの感じたね、うんうん、じゃあここからは、トップ10でございます、はい、第10位、はい、44312 ポイント、フラムからはなんと、5000-6000ぐらい離れております。ちょっとここも格が出てきたね。ブレントフォード。うわー、
トニーがいなくて不安だけど、エンベウモが何とかしてくれそう、うん、強きをくじき、弱きを助け、プレミアリーグをいろんな意味で盛り上げてほしいということがコメント集まっております。なるほど。まあ実際、はい、第一節でもトッツァムと対戦しまして、はい、やっぱりブレントフォード、厄介なことをこの上ないぞということを、全プレミアサポに知らしめたんじゃないかと。あんまやりたくないっす。やっぱりやりたくない。まあ、トニーがね、12月、1月ぐらいまでいないとはいえ、あのサッカー、しっかり守った上で一瞬で攻めるっていう、その強度とスピード感、これは健在でございます。いやー、それプラスやっぱテクニックがあるなって思いましたね、ここら辺のクラブからはやっぱ、10位にいるだけありますね。なんか貫禄がありますね。貫禄あるある。続きまして、第9位、はい、ちょっとめちゃくちゃ上がります57,967ポイント、ブライトン。おー、ちょっと思ったより伸びてないかもしれないですね。あー、そう、うん、あー、そう、はい、EL 日程追加で辛そう、追い打ちをかける終盤の日程で、多分この位置三笘には期待したいけどね、ということで、まあ、ブライトンの終盤の日程結構鬼鬼畜というような、ああそういえばそうでしたね。他にもですね、マカリスタ放出に加えてカイセドにも移籍報道が出ており、 EL もある今シーズン戦い抜けるのか少し不安が残るのでこの順位、あとコルウィルがいないのが地味にでかそう。あー、なるほど、ね、まあ、その分補強はしてるんですよね、うん、フェドロであったりとかダフードであったりとか、ミルナーであったりとかしてるわけでございますけれども、思ったより伸びなかったね。ここジャパンなんでね。ね。結構ブライトン、なんか、まあね、5位とか、そこら辺4位とか入ってもおかしくはないかもと思いましたけれども、意外とみんな結構なんか冷静に。冷静に日程を見据えてて。俯瞰的に見てる人多いなっていうことで、9位ブライトンでございます。これちょっとみんな意外だったんじゃないかな。ああ、そう。はい、続きまして第8位でございます。ポイント数59,427ポイント、トッテナム。はい、トッテナムでございます。この位置にいます。ほんまですか。はい、ケインは移籍すると見越しての順位、戦力はまあまあだがケインの穴は大きすぎると。まあ、うんうん、ごもっとも、はい、今までのカウンターサッカーからポゼッションという180度の方向転換に苦しむと、過去ポステコの、マリノス時代に起こったような現象がそのまま起こるんじゃないかと。あー、なるほどなるほど、マリノス時代も、ポステコ1年目は残留争いをした。それほどにもろはな戦術のため勝ち点の取りこぼしも多いんじゃないかと。集計期間中にケイン決まってるじゃないですか。まあそうよね、うん、そうなんですよ、うん、集計の最後の方だよね、うん、だからそこまでなんでしょう、5000何分のパーセンテージでは、うん、割合少ないはずなんですけれども、80%でございましたね。ポステコグルーへの不安というか、その、うん、まあ、チーム方針に不安がってる人も多いのかね、うん、そうだね。そもそも、監督1年目って、うん、なかなか結果出すのむずいじゃないですか。いや、そうよ。しかもこのキャラというか、うん、今までサッカーが真逆ってなってくるとっていうところあるかもしれませんけれども、とはいえね、うん、まあ、ブレッドフォードに一節引き分けましたけれども、うん、なかなか全然この感じさせないというか、ケインの離脱を結構形になってたんじゃねえかっていう、うん、まあ、かね、うん、彼がね、マジソンがね、マジソンがもうとんでもないですから、頑張ってますからね、まあ、ここが新たな形でハマってって、はい、あとね、ビスマだったりウドチだったり、これも素晴らしかったですからね。結構俺はポジティブに感じたけど、まあ中継期間は知らないからね。そうだね。まあただ、うん、まあそういう風にちょっと、うん、大丈夫なのっていうコメントがあるのも、はい、分かるのかもしれません。うん、8位とってダメでございます。なるほど。どんどんいきましょう。7位 !65,145 ポイント、プラス6000ぐらいですね。アストンビラ、上がってきました。7位でございます。ティレマス、パウトレス、ムサディアビなど補強は完璧だが、監督のエメリが信用できないため7位と。なるほど、はいはい、まあ、それでも高いですね、はいはい、エメリが猛威を振るい上位を荒らすが、まさかの下位に苦戦、意外と勝ち点は伸びないのではないか、 ECL は当然優勝する。うわ、はい、なるほどなるほど、ということで7位アストンビラでございます、はい、まあ第一節ね、ニューカッセルに、まあ、フルポッコにされまして、ちょっとエメリ大丈夫なのという声もありますけれども、いかがですか7位。スパーズと結構ポイント差あるでしょ。そうなんですよね、もっとやるんですよこれ。だからみんなは相当期待してるというか、うん、そうだね、もうそれがアストンビラなんだなっていう、うんうんうん、この期待感、我々が強いと思ってるだけじゃなくて、もう、うん、世論として、そうですよ、ビラは強い
強いっていう5000人が思ってますから。ただですね、やっぱりミングスが離脱して1戦目、パウトーレス、ちょっとね急に登場、ライン管理のところでニューカッスルにひたすらタコ殴りにされたということで、相当ここがねどっとどうなってくるか。あとはまあ素材が多すぎる、はい、いい素材が多すぎるがためにエミリーがそれをコントロールできるのかどうか、そこはちょっと見ものかもしれませんね。そうです。はい、続きまして第6位でございます。はい、あ、グッと上がるわ。投票数72,279 ポイントプラス7000ポイントもらいました。うん、チェルシー。はい、プレシーズンを見る限り昨シーズンよりは可能性を感じる。うん、しかし開幕直前のエンクンクの怪我が痛すぎるんじゃないかと。うん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 。あとは6位チェルシー、はい、ポジ新監督のもと冬加入組、うん、ロンバック組、新加入組がいいパフォーマンスをしていて、新生チェルシーとしての期待感が伺えるプレシーズンマッチだった。トップ4入りは難しそうな気はするけれどもと。ということでチェルシーでございました。まあね、さっき、はい、リアプールでチェルシーが終わった直後に撮ってるんですけれども、はい、チェルシーちょっとやばいんじゃないかと。これはだいぶ、ちょっと6位は甘い組み積もった可能性が、そうですね、あるかもしんないよ。終始握ってたのはチェルシーでしたもんね。いや、これはだから、でもやっぱ昨シーズンのこともあるしね、いきなしトップ4とか、そうチェルサポは置くかもしんないけど、他のサポーターはなかなか置きづらいかもしれない ね。ただね、全然6より上に行くポテンシャルはある12分にあるじゃないかなということで、はい、これは今季楽しみですよ、チェルシーは。続いて第5位、はい、もう超僅差です。72,719 ポイントニューカッスル。はい、勢いはあるが、さすがに CL との両立は難しそう、割り切って CL 捨ててリーグに照準を合わせたら今年も CL 圏に行けるかもしれない。確かに、ソナリア、リブラメント、バーンズなど補強がうますぎて羨ましいと。昨年の粘り強さを維持できるかっていうところありますけれども、特に隣はすげえなーと思ったね。ね、あんな入荷戦ぴったりの人材、おるかっていう感じでしたけど、もうガッと心をつかみましたからね。もう入荷戦サポーターっていうのもありますし、選手とも純粋に熱いですしね。いや、マジでそれは思う。普通にプレミアだけ戦わせたらマジで4位以内、普通に入れそうだ。そうだね、やっぱあるよな。あとイサクとかがさ、まあ開幕戦の2ゴールしましたけども、本当に得点を争うぐらいの活躍してたら、ワンチャン優勝争いとかでも組み込めるぐらいのポテンシャル全然あるじゃないですか。恐ろしいこったね。恐ろしいこったでございますけど、ただこう入荷する5位と、はい、こちらも第一節また段階やったらちょっと変わったかもしれませんね。でも、まあまあ、まあまあ、なるほどなっていう感じです。ここからトップ4でございます。はい、第4位ポイント数79,044ポイント、リバプール。新加入プラスヌニスは楽しみだけど、ファビーニョ、ヘンダーソン、ミルナー、フィルミーノといった、チームとしての重要なプレイヤーを失ったのはかなり痛いんじゃないかと。終盤の入れ替えはまあ成功、アンカーは問題、攻撃陣の得点力だけで4位まではいけるんじゃないかと。バックスクライシスが起きて失点が増えるんじゃないか。ただまあアタッカーの層は厚いため引き分けで止まる試合が増えるんじゃないかということで、まあ守備は不安、ただ圧倒的攻撃力で、勝ち点をもぎ取っていくんじゃないかということで4位でございますね。まあ実際このアンカーというか中盤のフィルター、そういうところは結構1戦目のチェルシー戦でもちょっとまあ改めて思った方も多いんじゃないかと。まあ結局最終局面コナテ、ダイク、アリソン、ここでシャットアウトできればいいけれどもみたいなね。いや、彼らがフル稼働しまくんないと結構怖いよね、それはそれで。あとはまだね、市場空いてるんで。いや、そうなんだよね。そう、ここにね、もうアンカーがバシッとはまるだけで、もうリバプール一気に多分状況変わりますからね。第4位、第4位リバプールでございます。はい、第3位ポイント数81,634 ポイント、マンチェスターユナイテッド。ホイルンドの活躍次第、期待外れの場合は CL 圏外もあり得る。はい、キーパーにオナナが来たことでテンハグのやりたいサッカーができるようになるため、昨シーズン以上に強くなると思う。はい、もしかしたらリーグ戦以外にも CL でも上位進出あるんじゃないかと。テンハグ体制2年目、成熟度も上がってきてる中で優勝争いに絡むも得点力不足で、まあ、ちょっと難しくなるかもしれない。なるほど、ありますけれども、まあ、ユナイテッドもね、今回補強、素晴らしいですよ。いや、十分です。ね、まあ本当
にしてるポイント全部補強し終えたんじゃないかなっていうぐらい。ただ要所要所が重大すぎるがゆえに新戦力にかかるものも大きいのかもしれませんね。確かにそこがやっぱハマらないと一気に瓦解する可能性はあるかもしれないよね。ほんとホイールンド次第っていうコメント結構ありましたね。いやー、重いな。重いですね。重い重圧が。まだね見てないけど開幕戦、超楽しみでございます。超楽しみでございますけれども、3位ユナイテッドでございます。はい。続きまして第2位、まあ、すなわち第1位の発表でもありますね。はい。第2位ポイント数85,898 ポイント、さらに4,000盛りました。はい。アーセナル。そして同時にいきましょう。はい。第1位88,941ポイント、プラス3,000くらいかな。うん。マジ刷新ということで、まあ、1位シティ、2位アーセナルという並びでございます。じゃあまずは2位のアーセナルから触れていきましょう。はい。アーセナルは大型補強があるも CL 参戦もあるので、結果として昨年とトントンの成績になりそう。はい。今季もシティとデッドヒートが繰り広げられるも、シティに相性が悪いが上の2位なんじゃないかっていうところ。そしてですね、まあ、1位予想の方にももちろんございます。はい。ライス、ティンバー、ハバーツ、過去プラスライアモと補強が面白いくらいうまくいって、層が薄いポジションがなくなった今の状態で優勝できなかったら、この先一生優勝できないんじゃないかと思うため、それは考えすぎない。この先一生って言葉あんま使わないっすよ。でもまあ、そんぐらいの、まあ、期待できるスカッとっていうことですね。お礼的な率直な感想言っていいですか？結構ポイントでシティに前線してるなっていうのあるわ。俺はそれは思ったね。実際ポイント数も3000離されてるとはいえ、ハーセル肉薄してんねえと。そうか、うん、ホントか。結構結構、いやでもすごいよな。こちらがですね1位、はい、だけのポイントのグラフでございます。はい。ということで、もう本当に1位だけ見たらシティとアーセルがほとんどを占めていると。全体 75% ぐらいが、はい、アーセル・オア・シティ。そうですね、結構なんか期待されてるなっていうか。いやそりゃそうですがな。そうそう、ありますし、まあ、中にはですね、はい、コメントありますよ。タサコですけど、シティに優勝してもらいたくないためもうシティいいからアーセル行ってくれみたいな。結構加勢してるっすね。そういう思いが、アーセルやっぱり思いが強かったかもしれないですね。そして1位シティですね。うん。コメントでいきましょう。はい。1位シティ、1位が想像できない。うん。はい。グバルディオルの加入によりシティのバックスは完成されたから、リーグ最小失点記録を狙えるんじゃないかと。おお。逆に言うとですね、他のコメントです。はい。2位シティです。はい。たまには譲れ。気持ちじゃん。はい。3位シティです。はい。守備は硬いけど、デブライネ以外にハーランドと共鳴できる選手が見つかるまで苦戦しそう。はい。というコメントもございました。なるほど。はい。いや、俺はちょっとポイント足んねえなと思ったけど、ね。もっと独走するかと思った。10万ポイントあるんですかね。さすがにないよ。さすがにないですか。まあ、結構割れたんじゃないかな、票がね。そうだね。割れたかもしれない。まあ、結構今回、対抗馬が。うん。いろいろあるのかもしれませんね。まあその言ってたハーランドの共存の部分で言うと、結構アルバレスなんかやってくれそう感。そうですね。あったし、あとデブライネの怪我がマジで痛い。まあ思ってるより今季いないかもしれない。やばいかもしれないっていう。いやでも難しいシーズンになると思いますよ、シティといえどね。一覧こんな感じでございます。ババインと。まずこの6クラブのところで、下位6クラブでちょっとバシッと線が引かれる。はい。っていうところと、そこからですね、14位から10位までの5クラブがちょっと団子っち。で、ブレントフォードとブライトンの間で、また1個壁ができるよっていうところと、あとは結構、まあ、もうだんだんと上がっていくって感じですね。綺麗になだらかに、1位から20位振り返っていかがですか、これ。いやでも、相当納得感は強い。うん、うん、っていうのは、なかったかなっていう。ちょっとやっぱり、まあ、5000人ぐらい集まれば、はい、なんかそれっぽい丸さというか、いやまあなんか結構ど真ん中やなっていう、みんななんかちゃんとこう冷静に収束するんだろうね、こういうところにね。ね、正直言うとこっから1位から20位までぴったりこの可能性もね、いや相当ありそうな感じするんだよな。ありそうですよね。ということでですね、皆様改めてご協力ありがとうございます。ありがとうございました。1位から20位まで全部一致させた方には素敵なプレゼントを差し上げたいなと思っておりますので、プレチャンステッカーもあげます。ステッカー、2枚ぐらい。2枚ぐらい。安いな、おい。2枚ぐらい。
ありますけれども、またね、結構プレちゃん、こういう風にアンケート企画やっております、うん、本当たくさんのね、方がいてくれた方がやっぱこれ面白いし、はい、割と結構正確というか、うん、いいデータになってくると思うのでですね、ぜひぜひ皆様、ご協力よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、今回はプレミアリーグ10予想アンケート結果発表やらせていただきました。良ければチャンネル登録お願いします。お願いします。各種スキップチャンネル概要欄お願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。